ネットで競馬、ネット競馬。まるごと必勝チャンネル、今週は秋の天皇賞の展望です。さあ始まりました。司会の平田里奈です。今週は柏木さん、そして久保木さんとお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はもちろん G1 秋の天皇賞を中心にお送りします。早速出走メンバーご覧いただきましょう。昨年は唯一の3歳馬エフフォーリアがコントレイルグランアレグリアを撃破。今年も有力な3歳馬3頭を筆頭に多彩な顔ぶれが揃いましたが、柏木さん、ズバリメンバーの印象はどうでしょうか。3歳馬が多いということだと思います。みんなそれぞれ魅力ありますし、3歳馬が出走できるようになったのは1987年からなんですけどね、35年間で3頭以上出たことをこれまで3回あります。ですから今回も珍しいという意味です。久保木さんはどうでしょうか。はい、そうですね、これで今年で、5年連続フルゲート割れというふうにはなってしまってるんですけれども、ただもう年々なんですかね、メンバーの中身は濃くなってきてますけどね。で、柏木さんがからお話があったように、今年も3歳のトップレベルの馬たちが出走してきてくれましたし、昨年のダービー馬もいてというところで、本当にもう印がいくつあっても足らないかなっていうぐらい、いいメンバーにな、豪華メンバーになったかなと思います ね。本当に豪華で、なんか年末の有馬記念のようなメンバーかなと私も一瞬ちょっと有馬記念の逆にこんだけ揃わないからかもしれないですね。はい、今週天皇賞秋豪華メンバーで楽しみましょう。皆様、いつもまるごと必勝チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではこのコーナーから参りましょう。秋の天皇賞を予想する上でのポイントをお伺いしていきます。まずは久保木さんのポイントはどこでしょうか。私はやっぱり 2000m の経験とか、あるいは、へのこだわりですね、そういったところに重点を置いて予想していきたいと思います。やっぱり過去には皐月賞馬と非常に関連が深かったり、あるいは秋華賞馬の活躍があったりというところで、 2000m の G1 馬の活躍も目立ちますよね。ですから、この、中距離では、基本となるこの距離の G1 というのはやっぱりこの 2000m のキャリアというのは非常にいいものを言うんじゃないかなというふうに思ってます。特に東京にはこだわらず 2000m の実績って、それはそうですね、その辺はあまりコースは考えずに 2000m ということに比重を置いていきたいですね。はい、ありがとうございます。では柏木さんのポイントはどこでしょう。はい、サンダイバーは通用するのかっていうところだと思います。担当も出てきましたからね。サンダイバーのこの35年間に36頭出て、勝った馬が3頭で、2着が5頭で、3着が3頭で、なんか少ないようですが、よく考えてみると3着以内率というのはすごく高くて3割ぐらいありますね。でもう一つは、サンダイバーの今年ダービー2着馬がいますけど、ダービー2着馬の成績って菊花賞じゃなくて天皇賞に来ると高いんです。おお、2000メートルの方がいいって使ってきたのはやっぱり怖いです。ということでお二人のポイント、久保木さんは2000メートルの適正、柏木さんは3歳馬は通用するのかというところでございました。ぜひ2つのポイントを押さえて予想してみてください。続いては柏木さんに注目馬の参考レース解説していただきます。柏木さん、今週はどのレースからいきましょうか。まずシャフリヤールの勝った日本ダービー、ゴール前大接戦でしたよね。皐月賞を勝ったエフフォーリアが一旦抜け出してエフフォーリアかなっていうところあったんですけど、最後普通は負けない体質だと思ったんですが、最後シャフリヤールが突っ込んできて当番の馬です。
最後の50メートル以内がすごかったですね。勝負強い。まあ、その後海外に行ったりいろんなレース使ってますが、1メートルぐらいが一番いいんじゃないかなという印象あります。はい、次のレースお願いします。今年の三歳馬が有力馬揃っていた皐月賞、ジオグリフが勝って途中から一旦先頭に立つ外から2頭目イクイノックス、うちの方に行ったのがダノンベルーガ、一応アスクビクターマンは先頭だったんですが、それをみんなでまとめてかわした後にイクイノックスが勝ったかなと思うところをジオグリフが指して、まあ、あのステップの違いもあったんですがね、ジョグリフはダービー見てると明らかに2000の方がいいですね。うーん、次のレースお願いします。はい、夏の札幌記念 G2 ですから、ここで対戦したのはパンサラッサとジャックドール。パンサラッサがこの時はそんなに飛ばさずに逃げて後位でマークしていたジャックドールが、ちょっと苦心したんですが最後かわします。ジャックドールはね、逃げ行ってといっても、あの後半の方が早い逃げ馬なんで、やがてはこう差しに転じるだろう、その通り恋からさせた時計もこの時はあの2分1秒2ですが57秒台持ってますからね、大丈夫だと思います。では次のレースは、はい、もう一つ 2000m 重賞で小倉記念。小倉記念は方位のインにいた一枠のマリア・エレーナが1分57秒4という高時計で勝ちます。まあ、小倉時計早いんですがね、でもこの馬の場合は前後半全部58秒台という素晴らしいバランスラップを抜け出したんでね、楽ですからね、これで最後に一ハロン11秒7なんです。時計勝負になったらこういうのは怖いですね。ありがとうございます。さすがこの豪華メンバー、中身の濃いレースばかりでしたが、久保木さんどうでしたか？はい、はい、そうですね、最初のダービー、昨年のダービー以外は全て 2000m のレースでしたね。で G1 から G3 までこうもう各種取り揃えてという感じで、やっぱりその 2000m を主戦場にしてきた馬たちが激突しますんでね、まあ、そのこうどのレースがレベルが高いのかとか、そういうところの比較が、まあ、馬券の的中につながるのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。先週の菊花賞も難しかったですけど、今週もね、豪華メンバーで難しい、そして楽しいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ではこれらを踏まえて次の名物コーナーに参りましょう。秋の天皇賞の出走前馬を柏木さん、久保木さんに金、銀、銅、そしてダークホースの札で評価していただきます。さまざまな路線から集った競合による秋の中距離王決定戦、それでは行きましょう。マリア・エレーナ、はい、柏木さんと、そして久保木さんはここがダークホース上がりました。はい、牝馬実はもう近年活躍が非常に目立ってましてね、ちょっと調べてみたんですけど、1997年に、ま、あの天皇賞の秋が、ま、芝の 2000m で行われるようになって、エアグルーヴが初めて牝馬で勝ったんですけれども、それ以降ですね、33頭が牝馬出走して、6勝2着4回3着6回、副賞率でいうと実に 48.5% と非常に高い成績残してるんですよね。でこの中にはもう2桁人気の馬が3回馬券に絡んでますし、2010年には17番人気で、まあ、4着だったんですけど、王権桜という全くノーマークの馬も頑張ったことがあるんですよね。で、まあ、このマリア・エレーナ、2000m ではまだ3着を外したことがない成績もありますし、まあ、とにかく小倉記念が、まあ、枠順とかね、コース取りとかもろもろうまくいったとはいえ、まあ、なかなか5馬身ちぎって勝てる、オス馬相手に勝てるっていうのはなかなかできるゲートではないですからね。でもう一ついい材料が、まあ、このマリア・エレーナ、 お父さん黒船ですけれども、2019年この天皇賞春秋で3着でしたアエロリット、これはお父さん黒船で、2020年に3着でしたクロノジェネシス、
これは母の父は黒船だったんですよね。ですから黒船産駒の牝馬は近年この秋の天皇賞では非常にいい成績を残しているところも魅力です。まあ、あとは56キロの金量だけなんですけれども、ね、これさえ克服してくれれば、うん、もう心はね実は金メダルなんですよね、うん。まあ、一応その人気順で、ダークホースにはしたんですけど、まあ、新聞出来上がったら多分これが金メダルになってると思います。そうなんですか。はい、まあ、それほど熱い、うん、これはすごく面白い。ちょっとね人気にもなりそうなんですけどね。うん、そうですね。穴人気っぽくなりそうなんで、うん、はい、まあ、そのあたりはこうちょっとあまり必要以上に、人気になっちゃうようなら、金メダルの方を上にというふうに考えています。うん、そして柏木さんは動画上がってますが、ここパンサラスタが例えば意を消して飛ばしていって他は2番手でつけるかちょっと引いて構えたら一番楽な位置にいられるのがこの馬だと思います。ノンワークで、うん、はい、ありがとうございます。空手、さあ前走いいレース見せてくれましたが、ここは柏木さんだけどうという評価。はい、2000メートルになってちょっと今までともちろんあの初めて2000メートル使ったわけじゃないんですけど、今まで以上に楽な競馬ができたなという意味でこのメンバーに入るともう明らかに挑戦者ですからね。うん、案外早めに動いてくれるのではないかな、3着ぐらいはあるかなという意味です。うんうん、はい、パンサラッサ、お、無印か、上がらないですか、お二人とも。柏木さん、いや、あのパンサラッサのラップとか見てるとものすごいスピードで行くこともあるんですけれど、天皇賞で猛然と飛ばしてってはダメだし、なんかあのツインタワーみたいなところがあってね、こういうレースは合わないと思います。うーん、どっかであの相手をかこう攪乱する形にならないと苦しいと思います。久保木さん、うん、そうですね、もう天皇賞の秋は逃げて勝った馬が1987年の日報帝王までいないんですよね。うん、やっぱり直線が長い東京コースを逃げ切るっていうのは難しいことですし、うん、でこの馬そのスタートダッシュがいい逃げ馬じゃないんですよね。押して押してで途中から花を切るぐらいな感じの逃げ馬なんで、やっぱり点に速い今回バビットもいますし、ジャックドールの方が生かそうと思えば多分最初の1ハロンぐらいのダッシュもいいんで、まあ、そういった馬たちをしのいでやっと花を切れても、そういう馬たちがついてこられちゃうとこの馬やっぱり飛ばして後ろを離してそのリードを最後にまで生かすっていう逃げ馬なんで、このタイプはやっぱり東京コースではごまかしは効かないと思います。うん、だから実際こう中山とか福島とかそういうところで成績がいい馬ですよね。だからこの東京ではちょっと厳しいかなというふうに思いますね。柏木さんも大きくうなずいてらっしゃいますね。うん、まさにその通りだというところでしょうか。はい、ありがとうございます。ポタジェ、あ、冷たい ね、 ね、ちょっとゴムつききらないって感じですね。うん、はい、あの久保木さんポイントで 2000m 適正ということをおっしゃってました。大阪杯の勝ち馬ですけど、そうですね、勝ってる馬ですから、ね、まあ、本当はちょっと評価しなきゃいけないんですけれども、うん、あの大阪杯もいろいろうまく噛み合っての勝利でしたし、やっぱり今回はパンサラッサとかバビットがいて、まあ、ペースが速くなるってことはイコール時計も速くなるわけですから、そうなった時にちょっと心配はありますね。うん、ダノンベルーガ、こちらはいかがですか。3歳馬の人気の一頭、はい、お二人とも動画上がりました。本当はもっと重い姿勢つけてもいいと思うんですけどね。うん、ダービーはちょっと皐月賞の後あんまり体調いいかな、そんなに良くないんじゃないかなと思ったら、なんか一番人気だったんですけどね。うん、距離も合わなかった気がしますし、でなんか時々言いますけど、アーツクライ3区ってそんなに順調にこう成長しないんですよ。下がったり上がったりして、で5歳ごろ強くなるんでね、今そういうこうサイクルじゃないような気がするんですけど、うん、リズムがもうちょっと先かなっていうところですかね。はい、はいはい、現状このワンターンの1008あるいは2000メートルぐらいっていうのが
ダノンベルーガにはベストの舞台だと思いますし、まあ、3歳であの共同通信杯ではジオグリフを、まあ、あの完全に力でねじ伏せた実績のある馬ですからね、まあ、ジオグリフをに印をつけるならこの馬もつけなきゃいけないかなというふうに思います。ジオグリフ、こちらいかがでしょう。まあ、お二人とも動画上がる、まあ、正直そんなに強いと思ったことはこれまで見ててないんですよね。ジョッキーが操縦しやすいという、まあ、長所はあるんですけれども、逆になんかこうもろもろ全てがうまくいかないと勝てないというところが、まあ、それがうまくいったのが皐月賞 でちょっとポジショニングや、道中の足のため具合がうまくいかないとダービーのように負けてしまうというところがあるんですよね。だからちょっと無印も考えたんですけど、あのこの秋の天皇賞に、まあ、その年の皐月賞馬が出走してくると非常に成績がいいんですよね。過去には1995年のジェニュインが2着、2014年のイスラボニータが3着、去年のエフフォーリアが天皇賞秋勝ちましたよね。でも過去には、まあ、サートルナリアとかダイヤメジャーって負けた馬もいることはいるんですけれども、まあ、やはり同じ 2000m というところで、まあ、相性はいいというふうにも思いますから、一応相手の一頭に入れようかなと思います。はい、皐月賞ですから、あの評価を下げたという意味ではないんですがね。ただ2000m というと実は快速重賞なんですけど、あれこの前時計速くなったらどうなんだろうという資格があると思います。もちろんあの切るつもりは全くないですが、はい、ありがとうございます。イクイノックス、さあここの評価、おー柏木さんは金。はい、イクイノックスはあのまだちょっと体質弱いとこあったりして、まだ4戦しかしてないんですからね、あの信用できないんですが、サンダイバーの中であのダービー2着馬っていうのがね5頭出てるんです。全部3着以内なんです。2着2回、3着になったのが1頭だけで、ですからいや菊花賞じゃないぞ、秋の天皇賞だぞってなったダービー2着馬は怖いという意味です。去年のエフフォーリアもダービー2着からの ね、はい、昨年勝ちましたからね。じゃあ久保木さんはどうですね。そうですね、まあ、ちょっと下げた理由は思ったより夏の成長がないかなとここまで見ていて、そういうのがありますね。まあ、ただ皐月賞もダービーもともに、ね、大外18番っていう不利な枠の中で、まあ、勝てはしませんでしたけれども、しっかり、両方2着を確保したという点は、まあ、評価していいと思いますね。で前回のダービーも、ちょっと直線外に出してあえる間に、ドーデュースの方がスムーズに先に行ってしまったというところで、まあ、残念ながら負けてはしまったんですけど、まあ、ただこのまま最後の33秒6っていう足はおそらく、まあ、あの映像と見比べてなんですけど、推定11秒4、10秒9で11秒3っていう足を使ってると思うんで、やっぱり爆発力はもう現役トップレベルかなと思いますんで、まあ、一応抑えておこうかなと思います。シャフリアール、ダービーが、柏木さんはここがダークホース。海外から帰ってきた後期間を空けての出走というのは難しい。それもあのちょっとあのこうがっかりするような形で帰ってきた後って難しいんですけどね。いやシャフリアルはだから追い切りの動きもう一回最終的に確認したいんですが、いやこのメンバーだとね、あやっぱりなという底力出してくれそうな気がします。クリスチャン・デムーロ乗るんですよね。はい、そうですね、はい、ね、うん、彼は乗ったことあるが分かってるからいいと思います。久保木さんは。私はねこのままちょっと細身の体型なんで筋量に意外と敏感なんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。だからその、前回のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスも58キロ、背負ったわけですし、で今回も58キロ、これがなんか影響しそうな感じがしますんで、ここは思い切って無印ということにしたいと思います。そして 2000m も初ということ、そうなんですよね、まあ、ただ距離に関しては、ね、全あの心配はないんですけれども、大丈夫そうです。その筋量ですね私は、はい、はい、ありがとうございます。ジャックドール、こちらはお
久保木さんはここが本命、柏木さんは銀ですね。ポイントのところでもちょっと触れましたけれども、やはり 2000m にもこだわって使ってきているというところは、ね、買いたいですよね。はい、デビューから11戦すべて 2000m という馬ですね。でもあの G1 制覇をかけて挑んだ大阪杯でしたけど、まあ、この時は金庫賞をレコード勝ちした後の中2周っていうちょっと詰まったローテーションが微妙に影響したのかなと思いますね。札幌記念は、まあ、馬場がちょっとこうタフな状態で、時計など数字面は平凡でしたけれども、やはり3番手、2番手3番手から競馬ができて、しっかり結果が出せたというのは非常に収穫大きかったと思いますし、この東京では白富士ステークス1分57秒4という速いタイムでもかけた実績ありますので、ね、ここはお父さんのモーリスとの親子制覇、ね、そして、藤岡お父さん厩舎、うん、で息子さんの藤岡雄介騎手の、うん、やはり親子で、うん、ぜひね G1 制覇達成してほしいなと思います。久保木さんがいっぱい褒めてくれたんで、あの、うん、別に資格はないんですけれど、うん、強いて資格があるとすると、いや33秒台とかっていうキレはないんではないかなっていう気もします。でも高速の東京ですから分からないですけどね、うんうん、いや評価を下げたという意味では全くないです、はい、本当にいろんな立ち回りの仕方を見せてくれますけど、今回どんなレースしてくれるか楽しみですね、はいはい、ありがとうございます。ノースブリッジ上がらない、上がる、おお、久保木さんだけ動画上がりました。お願いします。で、この馬面白くてですね、前走2桁着順からガラッと変わって1着っていう成績がこれまで2回あるんですよね。うん、ですからその前のレースの凡走っていうのはあまりこうそれで評価を下げたら痛い目見ますよっていう馬なんで、まあ、引き続き、この中間も動き状態はいいんで、改めてもう一回、馬券は買ってみようかなと思います。レッドガラン、これは上がらないかな、はい、バビット、ああ無印、そっか、アブレイズ、おお意外、何かしら上がるかなってちょっと思いましたけど、ユーバーレーベン、うん、ここも上がらない、カデナ、こちらはお柏木さん上がらない、なんか動作が気になりました。お二人に秋の天皇賞の出走前馬評価していただきました。さて久保木さん、おなじみのトレセン朝どれ情報ですが、今週は秋の天皇賞が中心ですね。そうですね、はい、東西こうバランスよく、うん、有力馬も分散しましたので、上手に取り上げていこうかなと思います、はい、それでは VTR スタート。はい、天皇賞の出走馬、全てチェックしましたけれども、動きが一番良かったのはジオグリフですね。今回も福永騎手が駆けつけて最小域に起動しました。これまで福永騎手が調教に乗ったのはこれまで2度で、今回は3回目だったんですけれども、皐月賞の前が一波論11秒2で、ダービーの前が11秒5で、今回が11秒3と、まあ、非常に一波論いい動きを見せるんですよね。で、今我々新しい調教スタンドになってから左回りの追い切りの日は、ゴールのヒットハロン表残り 200m のハロン棒のちょっと過ぎたあたりがちょうど正面の位置になるんですけれども、今回はそこを通ってからゴールまでなんかもう瞬間移動みたいな感じであっという間に到達しましたね。ちょっと驚きました。今この福永騎手が乗るとちょっと走り方が変わるというか、非常に回転が上がるんですよね。まあこのあたり、名手の、まあ、馬を動かす力なのか、人馬の呼吸が非常に合っているのかというところですけれども、まあ、頭一つぐらい抜けて、調教の動きだけならジオグリフはよく見えました。
で同じ木村厩舎のイクイノックスは3頭合わせの真ん中に入れて、助手の方が手前を変えるように促すとすぐにこう変換して、まあ、そのあたりは、まあ、非常にいい追い切りが消化できたかなと思いますけれども、まあ、欲を言えば、67秒台から8秒台のタイムがもう1本欲しいところではありますね。まあ、本当に良くなるのはこのまま、もしかしたら来年なのかもしれません。そして私の金メダルジャックロールですけれども、1周前にウッドコースで5波論64秒0、まあ、これは自己ベストですけれどもマークしました。ただここはね、ちょっと早いタイムを出すという予定だったらしいんですけれども、それにしても若干、時計出しすぎたかなというところがあったらしく、今週は5波論から71秒0、4波論54秒7、3波論38秒8、1波論11秒9と、まあもう実質4波論から3波論の姉妹重点という内容になりました。ただこの追い切りがどうかですよね。以前、白富士ステークスで東京競馬場へ遠征しに来た時は、最終追い切りもしっかりとタイム出せましたんで、この調整がどっちに転ぶか、これは少し疑ってみる手もあるかもしれません。副平陣ではですね、まずノースブリッジが引き続き状態いいですね。今週も岩田康成騎手が騎乗しまして、一波論ビシッと割れて11秒4、中2周というローテーションですけれども、しっかりと追い切ることができましたし、身のこなしもパワフルで、かつバネが効いて非常にいい走りができてました。状態面に関しては、もしかしたら前回以上かもしれませんね。あとはダークホースとして期待してますマリア・エレーナですけれども、この馬立東の吉田厩舎が、行います火曜追いですね。レースまでの間隔を取るために全休日明けですけれども、火曜日に追い切ること多い厩舎なんですけれども、今週は予想もありますので5波論67秒1でしたね。ただ、最後の2波論は11秒7、11秒4でまとめましたし、体を大きく見せて非常にダイナミックなフットワークでかけることができています。動きの迫力だけなら、オスロの一戦級にも負けていないんじゃないかなという感じがしますね。それでは平田さんにお返しします。久保木さんにみほとれ戦からリポートをしていただきました。では丹下さんの予想も加えた皆さんの印をご覧いただきましょう。こちらです。私の秋の天皇賞の本命はイクイノックスですね。未経験の金魚を背負う小馬たちの中、やはり3歳馬の56キロっていうのは魅力的に映りますね。そんな中でもクラシック本命にしてきたこの馬はまだまだ底知れず、成長力にも期待していましたので、まあ、対抗には硬いですけどジャックドールと、前走鮮やかな勝ちっぷりだったマリア・エレーナですね。こちらを入れて馬連3連複で買いたいと思います。柏木さんはどんな買い方になりそうですか？はい、上位本当はちょっとした差しかないと思うんで3連単に挑戦します。おー、3連単、いや、はい、意外と難しそうですけどね、今回3連単。久保木さんはどうですか？はい、私は金メダルとダークホースの二等軸の3連複を買おうかなと思ってます。おー、3連複、ありがとうございます。そして土曜日の阪神では勝ち馬にマイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられるスワンステークスが行われます。こちらの注目は教えていただきたいのですが、柏木さんどうでしょうか？はい、人気の一頭ですがロータスランド、3走前の1分19秒台っていうのを自分で先行して押し切ったんで中身あると思いますし、当時確か56キロが今回なんと54キロで出走できるというのはね、やっぱりスピード勝負すごいプラスがあると思います。久保木さんは？はい、私は前回のスプリンターズステークスでも期待したトラベスーラをもう一度買おうかなと思ってます。スプリンターズステークス直線に入ったぐらいまではうまくいったんですけど、そこから残念ながら前が詰まってしまったんで、はい、悔しさをここで晴らせればなと思います。私も一緒に応援します、トラベスーラ。はい、はい、ね、
そして同じく土曜日の東京では阪神ジュベナイルフィリーズ、さらには来年のクラシックにもつながる2歳最初の牝馬限定重賞アルテミスステークスも行われます。こちらは新馬戦で驚異の上がりを叩き出したリバティアイランド、こちら注目になりますかね。はい、完全人気でしょうしね、そんな向きになって馬券買うレースではないと思います。いやもちろん参加はしますけどね、さっき久保さんと話したんですけど、これ31周年ってどう考えても残りの1波論2波論目なんか9秒台になってる可能性あるよね。うん、そうですね。ね、はい。いや、すごい気味だと思います。久保木さんもリバティアイランド。そうですね。もうこのリバティアイランドがマークした31秒4は、うん、まあ、1000メートルの直線競馬を除けば、もう史上最速になりますね。それを新馬戦でマークしてしまった。まあもちろん直線、フルの平坦コースで、ストレートの新潟の外回りなんで、まあ、鵜呑みにできない部分もあるんですけれども、うん、まあ、それでもちょっと積んでるエンジンが違う、他の馬と違うかなという感じはしますね。はい、まあ、あとはね、長距離輸送だったりっていう、まあ、クリアしなければいけない課題もありますけど、うん、まあ、そういったところさえ、問題なければここは勝ち方に注目かなと思うんですけどね。そうですね、まあ、なんか馬券も買わなきゃいけないけど、馬券というよりリバティアイランドの勝ち方、どんなレースするのかっていうところですかね。ジュビナイルフィディーズとか、あるいは来年に向けてどんなレースをするかっていうところに注目した方がいいかなと思います。うん、はい、でも楽しみには変わりないので、はい、そうですね、注目していきましょう。はい、さてこの番組、来週はお休みをいただきます。次回の配信は11月11日、 G1 エリザベス女王杯を中心にお届けします。年末に向けてどうですか、楽しみにしているレース。ジャパンカップのこう巻き返しというかね、盛り上がりの期待したいですね。うん、なんか最近ほら海外から来てくれないんでね、はい、しっかりこうなんか下火になったというわけじゃないんですが、注目レースじゃなくなっちゃったんでね、うん、それではまずいと思いますし、はい、競馬場には国際厩舎もできたんですよね。うん、素晴らしい、はい、素晴らしい施設ですし、それで来るのはいると思うんですよね。うん、じゃあ楽しみですね、ジャパンカップも。久保木さんはどうですか。そうですね、まあ、私もジャパンカップは、うん、まあ、非常にもしかしたら、東京競馬場で取材という可能性も、うん、まあ、あるんで、まあ、近年そういったところがなかったんでちょっとつまらないなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、今年うまくそういう出番が回ってくれば、存分に楽しみたいなとは思います。はい、ありがとうございます。まあ、来週はお休みをいただきますが、年末に向けてさらに馬券のためになる楽しい情報をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまるごと必勝チャンネル、また再来週お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。